Yo, this is Katie Eustace, and I'm here with more Honkai Star Rail. I'm back with this because I want to do the events, basically. Like, I want to do this. Oh. No, that wrong one. Like, I want to do this, but I need to progress further in this story. So, yeah. Like, I can't. Forcing me to rush. Instead of taking it my sweet ass time. Oh. The fuck? Oh, what the fuck? Something with the screen. Okay, got it. Then again, I also got Blade. It'll be nice if I can progress enough to where I can reach the boss thing to kill to ascend him. Like, I got him in 110 roll. I mean, I thought I might as well roll, because like, why not? At this point, I'm probably never roll. She lacks in height. Wow. そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないように、サボりと仕事を両立してるんだよ。Yeah, I don't think I'll ever roll that much. Himiko's the only one I'm interested in so far. Maybe about two.But that's probably because of Honkai Impact 3. That's the main influence, really. Domo, Hini Afredo Sankata. Anata Tachiga, then Kihinda. I just know the accessory, Baba. Is she slacking off? She says she's multitasking, but at the same time... Gomen, gomen. Watashi mo chanto matte yo to omotta nda kedo. Oh, hora, bang! Demo ano hen wa chikoushi ga uja uja ite, urusakute sa. Chi!あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて私の番かん面白みがないでしょだからこの機会に長楽天を案内しようと思ったのついでに先週の遊び永遠魅力パイもほら我が願いは満たされたりもう心残りはないそれじゃあ、早速出発しよっか。ずいぶんと待たせちゃったみたいな。プロフェッショナルオーナーくん。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて、見る目もあるなんて。見て、あれって。あれは、ケンボクと呼ばれる古樹です。かつては、ラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に成長したの？ All right, I'm out of there. すごいね。今の世代なんて、あれの由来さえわからないのに。あのケンボクは、イニシエの時代、ジェネレーションに残した遺産だと言われてるんだよ。
ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国ムカロクによれば前世紀の大きさは天に至り星をかけるほどだったんだって。それってつまり空に至るほど高く枝に星がなっているようだったということだ。はい、ますよ。そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら先週よりも大きかったりして。その通り。要するに想像を絶する大きさってわけ。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるからもう見ちゃったし。わお。ほら早く行こう。レンジフードの掃除から精査の。もう少しだからしっかりついてきてね。オッケー。先に言っておくけど、I don't know if I want to roll for any of the future banners.大木様は規則を守らなかった。あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしてもきっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらすぐに離れる。I'll do those later. That's not my intention right now. おかしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おーい、いくらまずい飲食店でも客を The food here sucks. Wow. 本当に大牧師の人なの？怖いこと言わないでよ。大牧様がいるっていうのにそんなことあるわけないでしょ。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急時用の門を知ってるの。Emergency access. A friend of us. ほら、ここだよ。ずいぶんと詳しいんだね。きっといつもサボるときに使ってるんでしょう。察しがいいね。そう、この門は大牧師の人に気ままの門って呼ばれてるんだ。She admitted it. Oh dear. Mendo Nakotuni. Dameda. Konomon Wakanai. Amari Taibok Sama Mataseto. Mata Tayorina Sejak Yarakasta Tomore. Anna Ninga Koredamo. Yapari Taibok Wakotelunayo. Kimisai Kamavanai Nora. Orega Tamistemi de Moida. Eh? Sore wa.ちょっとなんてね。今のは冗談。全然ダメじゃないよ。ん？それじゃ、ヨウ先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。あ、フラダバ。Yeah, yeah, I know. Okay. Oops.Oh, wow. Not letting me move. There you go. Oops.
Oh, wrong one. I knew it. 驚いた？うちは全然。みんな。変わり映えしないシチュエーション。次はもっと工夫したよね。Happy help. ホーケンたち行け。ルールは破るためにある。逃すな。悪い子ね、おやすみ。たまには真面目にうちのとっておきをくらえ。弱すぎるよ。ケン、キエンのごとし。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。Oh, there's more. Actually, hold up.The thingy there, thingy there. なるほど、OK。Alright, just let me run past you. Actually, no. Just stick with the quest.Actually, hold up, there's a chest here. I mean, might as well, it's right nearby. Hello, madam. Hi, madam. Right, she moved this just in case to be ready to view in case the it goes derpy when the cutscene happens.局長はね、局長かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。シミツ州、本には玉に門を掘り、万事を占うって書いてあった。玄関を掘るみたいに、構造士の職人たちは玉の結晶格子に。何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定した糸で運行させるの。小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり、未来を占ったりすることもできるんだよ。休館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。Oh? Is it that round thingy or is it that thingy up way high up? 天地天空のヌーズに依頼してるんだって。すごく奥が深いものだから、大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。確かに似ているように聞こえるな。直接メカニズムを見てみたいものだ。それは無理かな。構造士の海玉長は玉長の技術を大切に保管してるから。でも、もし興味があるなら、聖査会に玉長がついたアクセサリーを売ってる店があるから、時間があるときに案内してあげるよ。ねえ、聞いた。幼児ちゃんをアクセサリー屋さんに案内するって。考えただけでも笑っちゃう。とにかく。
運行さえできれば、玉長だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大木さんはそこで私たちを待ってるはず。ハロー。フゲンドロ、進捗は？Where's Kafka？ 道引きは剣、真のマニュアル。行に差異あり、理はなし。フゲンドロ、わかりやすい。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。休館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは、先見の命あり、宝眼に漏れなしと称えられるフゲン殿だ。基地を追い、今日を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しいので避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だからフゲン殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の命がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。I guess he's trying to us. ほら、ちょうど来たんじゃないか。大牧様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては、将軍にかないませんね。隙さえあれば、針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ。それを生かさない手はないだろう。I mean, we did say we're gonna help, but... 私の許可なく休館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前静寂って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮する。そう、てなるんだよ。確かに、お前たちになら安心して頼める。私は誰かと違って、大牧師の人間でもないお前たちを勝手に差し使わすわけにはいかないでしょ。処方事例はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには休館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除もね。私が構わないと言ったら構わないわ。静寂を同行させるから、元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除について。 That's ordinary spirits, that's us, right? コホン、自分で占ってみたんだけど、うちら三人とも多忙の運命だってさ。な、何？それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。お、お願
Oh. なるほど。Let's have a look around out of curiosity. Oh. Hora, ここが中央の陣だよ。Not an enemy to fight right now. 中央を見渡す。つまり天地国を見るって意味。You had what to say?時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。いつかで大切なのかな。マスターパイロットのシェイプだしょ。オッケー。え？ああ、なるほど。Right, so here. これでよしと。符を合わせただけ。Sometimes I wonder if I should record myself playing the events, but 複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。It seems this is more of a casual game.Rather than FGO where you farm much grind. もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。I'm thinking completely in like, really quickly. Of course, this is the. What was it? Time.Well, I forgot the word already. But yeah, there's those restrictions that don't let you finish it in one go. So, I usually just wait till like near the end. That way I can just mission it all in one go and just go back to what to other stuff.ああなるほど。Wait, hold up. That's because I should separate it.Of course, I have to. 何あれ、ヤグラの妖怪？緊張しなくても大丈夫だよ。先週に妖怪なんていないから。あれは天神。神を守ってるんだ。あそこでしゃがんでるけど、まるで近寄ったら首をはねてやるって言ってるように見えない？前を通ろうとしたら絶対襲ってくるやつでしょう。I mean, you probably just jinxed it. 私たちは大木様の命令で来たんだから大丈夫だよ。I think you jinxed it. 禁止。三月の嬢ちゃん、ひょうたんから駒が出たね。早く何とかして。強者から学ばないと。案件転売。殴ったね。始めるか。ルールは破るためにある。ついてないね。ビュン。ハウダー。Right back, unpause the thingy.
Mom was calling. Oh, what a lover. I don't know if it will freeze. No. Yes, 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 it's frozen.I need this dead very fast. 即戦即決と行こう。お注射の時間よ。ルールは破るためにある。剣、起源のごとし。Finally, Jesus Christ.That was a pain in the ass. Oh, you're fully healed. Okay, okay, okay. This is the Space Dungeon. I think it's about the information about the space. Space. An hourglass, okay.Next is over there. Did I just walk over there? Ah, well, I'm already running over here. ここは行政の陣って呼ばれていて、物事の因果を整理するところだよ。あ、oh, like. Didn't take much effort.なんとか3つの元湯を起動できたね。中心に戻って大木様に報告しよう。
Oops. Hey, hold up. I just need this. Oh no, that's not good. Right, so I do it like this. So I need to make this. It needs to go like. Oops. Make a gap somehow. Oops. That's a good enough gap, right? There you go. Jesus Christ. 銀の呪符がすべて灯されているのを感じる。では、これよりカフカの審問を始めましょう。銀の中心にいると、多少の衝撃を受けるかもしれないけど。ん？準備はいい？ Sure. I mean, I don't see any reason unless something's happened.儀式が必要なの？言うことを聞くって言ったのに。言霊で人の心を惑わす魔女の言うことなど聞きたくないわ。何を言っても構わない。ただ私が信じるのは、旧館の陣が占った結果だけ。大牧師にはお前から真実を掘り起こす方法がある。言葉よりも。Her eyes look normal this time.私の運命を存分に見届け。Wait, is their eyes supposed to look normal? It looks less. Oh. お前、そんなことのためにどう？私の真相は気に入った？ Huh. I was ready to mute, but it apparently went well. Okay. でも旧館の陣に間違いはない。 What did you see? Like, explanation please. カフカは性格と無関係。お前たち、まさかお前たちが。うん？
なことが。自分で彼女に聞いてみなさい。時間なら好きなだけあげるから。この件すぐに将軍に報告しなければ。私は先に失礼させてもらう。Is it about us or is it because of Danhin? 聞いてみたらどうだ。カフカにはいろいろと聞きたいことがあるだろう。Does it mean the audio going a little wonky? She's just floating there.アリオスディレイ。ごめんなさい。こんな情けない姿を見せてしまった。本当？You really don't look like you're in a sorry state, to be honest. Oh, you. 姿なんて、君の記憶に残したくないもの。列車で君と話さなかったのは、こうなること。想定していたからよ。だから全て取っておくことにしたの。私に聞きたいことがあるんでしょ。お、oh? Why is it are you being wonky? It just be? エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはないとも言っていたわ。だから君が3つの質問のうち1つを口にしたら、今回の目的の一部始終を教えてあげるつもりだったの。 I don't think my headphones is the issue. つまり全ての物事は彼の予言通りに進んでいる。どう？私の答えを聞く。先週で起きた性格の私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると、性格判断は罪がないとも言えない。大木があんなに驚いていた。三つの事実を見たからよ。二つ目、先週に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているのってかわいそうに。ああ、大木が知っているのはこれだ。Being derpy, so I'm just gonna have to read and finish. Because I'm just waiting for the voice to sing.彼は大牧師が私に対して休館の陣を使うと予言した。事故を防ぐために。そして3つ目は青州同盟が夢にも思っていない事実。もし性格ハンターが黒幕じゃないの、君たちのためよ。不条理だと思うでしょ。大木が信じないのも無理はないわ。でも休館の人は嘘をつかない。Is it because of a certain person? だから面白い答えが出たの。請求列車がラフにやってくる。そしてラフで大事をなす。In the future that he chose. 選択した未来で、遵守の力は欠かせないものだ。He's something from the past, Lion. だから君たちをここへおびき寄せたの。
ラフの将軍とつなぐ。どう？驚いた？悪名高い。言ったでしょ？エリオは肝心なことは教えてくれなかったって。未来の可能性は無限。でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で君たちは壊滅のナヌークと対峙すること。あれは君も私も請求列車もと知ってる。たとI mean, if you aeons me here, I assume of course they've been killed.During the Dory stream, they mentioned some Aeons that died. So that's not much of a surprise, to be honest. Yay for spoilers from loading screen. Ne, Rasset, Hanshok no Taizurus について motto oshiete. Sukoku omoshirokatta. Shigi da ne. Aion mo shinu no? Muteki ja nai nda.絶対的な無敵も永遠の不朽もこの世には存在しない。ただ凡人たちの目線で見たものを誇張しただけさ。でも繁殖の死は確かに凡人の理解の範疇を超えている。あれは他のアイオーンにやられたからね。理解できないな。アイオーン同士でしょ。なんで殺し合うの？They have the unison本当に先進心なのか。他のアイオーンはともあれ、ランと薬師の話は知っているだろう。同盟の集団といえば、薬師を滅ぼすことじゃないか。もちろん知ってるよ。少しだけだけど、いつも母さんに剣の練習ばっかりさせられてきたから、あんまり学校に行ってなくて。なら話題を変えよう。順守と法上の因縁を知らないのなら、いろいろと説明が長くなる。わかったよ。It's back to normal at the very least, so. 大きい箱の中に入ってるものを教えて。この白い箱のことが気になるのかい？これは霊柩というものだ。死者を収める箱で、一般的には棺と呼ばれている。死者？行商人じゃなかったの？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。千年も生きる種族にとって死は遠すぎる言葉かもしれないが。そんなことないよ。戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには Then why would he want me to bring that though? 棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら、先週人は死者の名前と玉鳥を獣王氏のみんなでに祀るの。 All of Harman's Ten Lords Commission. それに、古族や寺廟族にもそれぞれの儀式がある。昔、古族の戦士が死んだ仲間を星座に収めて星々に送り出すのを見たよ。彼らはそれを請求行きと呼んでいた。ちなみに寺廟族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは傷を負って瀕死になると真珠のような卵の姿になるって聞いたよ。それから幼児の姿で殻を破って生まれ直すんだって。母さんは寺廟族を竜の血族って呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて、寺廟族はみんな竜に変化できると思ってたんだけど、本当かどうかは。
な炭鉱先生がついに喋った。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン不朽の末裔だ。だから竜に変化できる者もいるが、誰もが持つ必要はない。貴重な力ゆえに、複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだが、継承者にとって幸いだとはとても言えない。僕も不朽の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。どの物語でも朽ちることのない命を歌っていたんだが、突然竜は消えた。まるで存在していなかったかのように、その末裔だけを残して。天命はいずれつき、定められた結末を迎える。たとえアイオーンでも不朽を名乗ることはなく、その結末にたどり着くだろう。Already needs to look at that coffin whilst saying that. I'm not sure if you know the people in the house. Oh. A friend? No. So, a boyfriend? What are you thinking? The people in this house are not related to me.ただ一度だけ面識があった。At least he doesn't have the background of. そして偶然にも問われてここまでやってきたんだ。さあ、存分に休憩を取っただろう。おしゃべりはここまでにしようじゃないか。Did I smack you? I don't feel. Maon no mida. Dareka wa kega shite ru. Mate. Heta ni ugoku na. Hmm?即決で奴らをやっつけて、あの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。Who is she anyway?Probably just an NPC. Oh, just aim him. 安心しろ。騒ぎを起こしたくはない。生死拒絶。一年のマナイ同天元気超無一角。ボコボコにするよ。回復よ。争いに意味はない。終わってます。やっかよ。叫ん。安心しろ。償いたまえ。He's down, okay. 騒ぎを起こした。Maybe I should have vaulted. Probably was just those three. How about?出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、辛
陸靴だったのか。運動用の長が壊れて動けません。あれですか、ね、あなたは運気軍の。よかった、すぐに私を地甲子に運んでください。無口君、ラセツ、ごめん。また寄り道するためにいざ。この子は、獣王子のクグツハンガンで、運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん。私について来いって言うんじゃなかった？あんたたちだけなら、もうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。あんたには分かりにくかったね。この子は苦靴なんだ。だから、いやー、地方紙まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん。僕に任せてくれ。ん？痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったり痺れたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。無駄です。この身はからくり。肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。ん？不思議です。どうやって医術って範疇を超えてるよね。北条のよかった、地甲子に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王子の律令により、半眼は外の者と縁を結んではなりません。ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは、重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った。ああ、I need this blade。異変に遭遇していなかったら、私の寿命はもう終わっていたでしょう。ついてきてください。あ、おお。her design looks interesting。初めてです。Or maybe it's just because I like Kudere characters. 知ってる？たとえ星の神だろうと、殺すことはできるのよ。I know. It's normal now. Okay.何を言ってるの？それは私たちの願望じゃないわ。ただ昔の出来事を教えてあげたいだけよ。死したアイオーンのことをね。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ。どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなった。主なき運命だけが残ってる。今現在、人々に知られているアイオーンを殺す方法は三つあるわ。その一、It's the thing again。概念が被る運命は互いに衝突。Pass for life, pass for suicide。広大な運命の方が狭い。The order was made by his harmony。その2、アイオン同士の戦い。強い方が弱い方を消滅させるの。繁殖のタイズルスはそれで死んだ。その目的を果たそうとして、アキビリの消失には謎が多すぎる。
君の問いに答えられるのはヌースだけね。Droid head。あの機械頭は何でも知ってるから。どうかしら。聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。Wait, hold up. She didn't mention that. 待って。そろそろ時間。始まったわね。Okay, I need to mute. There you go. I think... Yeah, I can tell from the looks of it, the cutscene quality is pretty high. It doesn't stick with the settings you initially put. I mean, the settings that you put. Which is annoying in its own right. That just makes it really unplayable like this. I don't know. Lady. Ah, she falls like that. Kafka が逃げた。まずい。大木になんて言えばいいんだろう。カフカが俺に本当のことを言ったのなら大木の方は大丈夫なはずだ。あんた、あの女に洗脳されてるの？No? Ah, right, I didn't go the right way. Okay, okay, okay. あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい。実に素晴らしい。なんという幸運。たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。この異様なエネルギーは正確だ。ってことは、I guess that sounds somehow really suspicious. 本当に人間。ああ、この異常現象の元凶は運気軍が探している性格だろう。うん？あ、What a lover.All pan. Oh, wait. The shoes are glitching to the floor. Okay. いい感じだ。Hello? Okay. Kafka が休館の陣を騙したのかしら。慌てるな、フゲンドロ。休館の陣は嘘をつかない。フゲンドロが見たカフカの論理に違和感はなかった。我々はまた行って、駒を進められたと言えよう。
ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前お前将軍はいつ気づかれたのですか。初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けた。 If you hear the car, it's because I have the window open. 他のアイオンの指令でなければ God damn hot. 私の目をご覧し、ラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は少々蝕んでいくが、幼稚たる新作譜と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を狙えるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見てわかったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た。請求列車をおびき寄せた。It's because of Dunheim. この謎だけは解けないままでいた。Well, other stuff. だが、こうして普賢殿が解いてくれるとは。Okay, this stuff Kafka said. 性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が、先週と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた。薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。どうりるなぁ。で、また私に策を練れと。ああ、普賢殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて、剣木のある同点に向かわせ、性格の邪水を払い、再生の勢いを止める。ふむふむ。砲丸を持つ普賢殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。good point。 私が性格のありかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う。将軍。ん？将軍も悪いお人ですね。きちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は、場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのか。 Maybe I shouldn't have opened my door. どう責任を取るおつもりで。まったく。Maybe close the window. 私の騎兵を忘れたのかい。性格ハンターが故意に列車と選手を結びつけたなら、日照りに雨。その行為に甘えようじゃないか。And that's what he means by fuck's sake. だろうね。将軍てば微笑むたびにうちらをパシるんだから。私が間違っていたわ。将軍に余計な期待を持つなんて。いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか。まさかこのラフに。他に使える人材はないと言うのですか。
です。じっとこちらを見て。それと、お忘れなく、剣木のありかは、非中の日、先週の民以外に接触させるのは、規則に反するか。なら私からも、フゲン殿に一言忠告しよう。規則は、先週があってこそ成立するものだ。いやー、危機が迫ったと。Sometimes you have to ditch the rules and regulations to save something. 無用であれば捨てざるを得ない。だから、私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには、数が多すぎるかもしれないが。考えただけで清々しくなるよ。フゲン殿、この兵符を君に渡そう。運気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵師で策を打ってくれ。私が？ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせに、どうして？わかりましたわ。そして列車の諸君、これより正式に封じの策に加わってほしい。運気軍の方はフゲン殿が手配するはずだ。でもその前に諸君は構造士の近道を通り、フゲン殿と再度合流してほしい。エベンジャーセーブ。ひどいことを言う。気品に命令などとんでもない。すべてを伝えるという約束を果たしているに過ぎない。絶対に最初からうちらを客扱いしてなかったって。そうだ、客人の道案内はやはりテイウン殿に頼みたいと思っている。はい、喜んで務めさせていただきます。Something about her feels off for some reason. Yoni Sayori, Liva Nasi Yahari Susan Nemo Oreta Mama Kareta Relic of the Bundan Migaido Sensu Zento Tananne.すでに予想していたわ。え、怒らないんだ。すでに占い済みで心の準備をしてたみたいだね。カフカを追っても無駄でしょう。旧館の陣は彼女の潔白を示しているもの。いやー、メイクセンス。本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵師に一番近いから、もうめちゃくちゃになってると思うわ。聖者はすでに用意してあるから、私についてきなさい。一礼一礼一礼なるもの。将軍からの請託があるゆえ、私はここで失礼するわ。そうだ、大木様。うちらの運勢も占ってほしいんだけど。おお、どう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限り、お前たちの行く先は原稿理定、万事順調なり。本当に道具とか指を使わなくてもわかる。よく言った、フゲンさん。その言葉に感謝する。さあ行こう。なんだろう。OK。Will I be able to reach it in time? I don't think I will. Maybe the next recording, huh?どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。
構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか。大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。本当かしん。感じたまま話しただけだ。気にするな。幼児ちゃんはいいとして、あんたは大げさだよ。今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造紙にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすること。ご注意ください。今回も中が大変なことになって職人たちが入れなくなっているのでしょう。 Sorry if there was a sudden cut. それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。Someone just opened the door without freaking knocking. Maybe I should just lock the door. Fuck. Shimatteru ne. Itsumo dori, kagi o kowashite akeru?先に言っておきますが、構造紙は泉州の用地、大牧師と同じ位置にあります。許可なく構造紙に踏み入ると、最低300年の懲役、最悪の場合は何千光年以上先にある僻地に飛ばされますよ。あります。ですが、構造紙は数多くの警備装置が置かれていて、もし囲まれたら、たとえ将軍様でもすぐさま助けることはできません。脅しているわけではありません。助言です。大牧師の時のように、先に構造紙の職人から話を聞き、静寂さんみたいな案内人を探しましょう。It is funny the first thing was thought. 無謀ですよ。先生。Right, hold on, let me pause. Kiki. Backpack. 運気軍が救援の手を差し伸べてくれたのか。その身なりは誤解した。旅人か。ラフがこんなことになるなんて、君たちも。This is like the second time we got interrupted again. そうだよ。何か困りごとがあるなら言ってみて。うちらはあんたたちの将軍が直接使わした助っ人だから安心していいよ。将軍様が直接？君たちも？ふざけてる場合じゃないだろう。運気軍がいるのに構造士は今大変なことになってるんだ。本当だ。俺たちは本気で君たちを助けたいと思っている。ここの状況を聞いてもいいだろうか。何も。待ってるだけだよ。忠告だよ。木が暴走したんだ。誰かの盆栽が急に成長して市内で暴れ回ってる。あちこちがめちゃくちゃだよ。構造士はからくりと無土壌栽培しか研究していないはずなのに。ダメだ、先生がまだ中にいる。講師先生は構造士の用金棒で一番年事故が起きた時、先生は僕とズミ院中を連れて逃げ出したんだ。だから僕は
ここで運気。なんでまた戻ったのかな。命よりも大切な研究成果はないよ。しまった、航路がやばいって。先生の叫び声が聞こえた時にはもう人影は消えていたよ。I mean, some consider research here more fortunate than I, but... ああ、軽減将軍から依頼を受けた。信じなくても構わないよ。請求列車はいいことをしても名を残す。じゃあ、この玉符を受け取って、先生を見つけたら、どうか無事に連れ出してほしい。先生に何かあったら。安心してくれ、少年。君の先生は、such a pain to happen. Just keep listening. 全員卒業できなくなる。行こう。もう喋る気がなくなっちゃったよ。木だ。きっと剣木だよね。でも彼の先生が言ってたっていう航路って一体何？性格によって剣木が蘇っている。木の成長とともに侵食も激しくなっているようだな。よく見ると根はすべて地下から出てきています。ただで庭師をやらざるを得ないようですね。Still think she's a little suspicious. What she said when she saw it was a little weird. Ugh, they didn't want to hit it. Hawken, touch it. Ken, here. I didn't want to hit it. Fuck's sake. If I can avoid a fight, then I'll avoid it. I'm more concerned about progressing. Oh? Sarunai!近づくな。それ以上足を踏み入れたら容赦。うん。I presume that's the master.話を聞いて、うちらは族なんかじゃ。言い訳するな。どうせ通りかかっただけだな。門が開いていたらのと言うんだろう。突然考えで異変が起き、誰の仕業かと思いきや賊の仕業か。さあ裏へ。警備が当てにならないなら凄さを思い知らせてやる。支援のごとし。あ、デスティです。There you go. My God.出来損ないの弟子たちに頼まれたのか。
情けない。俺を助けたとしても実習は全員不合格だ。いや、誰かを助けるときに実は慶元将軍と不元さんの依頼を受けて。お、将軍様の部下だったのか。すまんすまん、俺の勘違いだ。あんな小物壊れても構わん。でも力になれそうにない。構造士が木の妖怪に占領された。司法の増加航路まで奪われてな。Creation Furnace。手ごわい妖怪め。どんな術を使ったか。市内のカラクリが生きているかのように奴の周りを囲ってる。と言ってもこのままというわけにはいかん。何せ、ん、航路の中に。やっぱりだ。将軍様がお前らを使わした理由が見えたぞ。構造士の危機はすぐに解決できそうだ。お前らを手伝える方法はあるが、その代わり力を貸してほしい。さあこっちだ。It's just the gung ho about this. That's safe. there's a safe point.There's something to heal. Miro, これは構造士がずっと完成させることができなかったからくり。共感兵がだ。弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じたおかげで、木の妖怪が襲ってきた時にみんな無事に逃げ出せたんだ。But there's玉海門を見ただろう。この共感兵がは。玉海門と同じ機能。 I mean, I know that, but 確かに伝送距離が短く完全にダメっぽいね。開拓、あらら、構造士の職人の方たちにお礼を言わないと。おかげさまで天白氏は解散を免。本来ならこれを使えばお前ああ、so much text。 妖怪の枝が兵が絡まってしまってな。I don't want to hear any further. Bye. I don't want to hear any further. I regret. I regret. Just hurry up and do it.I'm just getting what you said. これはコーチュール鋼というからくり装置だ。ルメファスパクス武器軍の依頼で開発した武器でな。威力は言うまでもないが、伝送距離が短くエネルギーの消耗が激しいのだろうか。そう、質量保存の法則ってもんだ。短所があれば長所もある。まあ妖怪退治にはこと足りるだろう。で、天下だ。火は火に勝てまい。Ah, simultaneously.Maybe I should read it, derp. I mean, all this text is starting to.You're tiring. On all this, dude. Oof. What's that? 動点が崩れるのか。もう大丈夫か。どうやら俺の武器が効いたようだな。よし、じゃあ早速共感兵がで向こうに行くぞ。はい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 。
Jesus, long way. Huh? I guess something's right here. Oh. Huh? What's up? I see. That's the way it is. No, we're supposed to go this way anyway. So that's why it was inside. Care to explain how I will achieve that? Oh shit, I need to mute. I'm gonna keep pushing this. I get it. It's because the cutscene's so high quality. That's my settings, didn't matter. My god. Save me from this slow motion. Why don't you have a skip option? Some other mobile games do, so why does this not have it? Oh, hey. Ah, okay, I'm free. I'm free! God. He's starting to seem more and more suspicious. Oh. Seriously? Seriously? That's unexpected of abandon. Ah,
天運、泉州の長命酒ってみんなあんな感じなの？あの元禄はおそらく自分を守るために剣木が生み出したもの。根とつながってるためあのような恐ろしい力を持ったのでしょう。あれがいる限りどこにも行けそうにないね。いや、あれは治癒というよりも他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。そうそう、根本から問題を。あのモンスターは剣木の付近を離れない。周りを調べてみよう。何かがあるのかもしれない。確か将軍様の命令で探偵士に向かうんだったな。残念だな、あの妖怪のせいで構造士が一時。Hold on, let me search you. Let me switch to preservation. することになったんだ。Down there, huh? Okay. Bye bye. Happy ass. 公主先生、何かいい方法でもあるのか？あの鹿が再生するとき、周りの根が光った。公主先生は後ろに隠れてたからよく見えたんだね。俺はただの職人に過ぎないからな。戦場は我が居場所ではない。はい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 。先ほど楊先生が言ったように鹿が自身を治すことができるのはどこからかエネルギーを吸収しているからだろう。あの光は奴に生命力を注いでるようだった。共感兵がに絡まっている根をほどくために結び目を焼いたことは覚えてるか？確かに、あの根っこはそれっきり伸びなくなったね。その上、まるで傷を負ったような反応だった。これが俺たちの切り口になりそうだな。お前らならば。Right.This kills that. I think this kills. Hold up. Like that. Okay, okay, okay. There we go. Kikoi da ga? Ore no kangae ga atte ta mitai da zo. Kore de ikeru. What's over here? Chest. Okay, I'll take it.Can't go there yet. Oh, there's just this screen just reappearing. Hold on, let me look at the map. Yeah, I guess it'll be in the second recording, huh?
Well, Lovelace, of course. Of course. I'm here. Oh. Okay, have that day. Unless if it's there, sir, I can't be bothered to fight them. Just know I probably went through us, but.Yeah. Wow, you're no fun. You're no fun. Oh my god. Wouldn't it be faster to just teleport? Oh, yeah. Oh. Let's use consumables just in case. Oh shit. I don't have much attack stuff. Oh well. Omaeら!増加航路に絡みついている根が見えるか。本当に良かった。もうお前らを阻むものはない。 It's just standing there. はいはいはい。 I admit, reading all this is kind of a doozy. To be honest.Fuck you! Oh, it's in slow mo. God, it's so fucking slow. Bye. Why are you doing this to me? No. Oh. Oh, shit.俺が守る。宝剣たち行け。剣、飛燕のごとし。逃がさない。殴ったね。コテシラ万剣天雷。レターン。この施しようがない。うちの出番。
ランス戦闘準備。逃がさない。受け止めきれるかな。剣よ、我に従え。いや、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。Oh, I got that. 悪い子よ。お薬の時間よ。ありがとう。リュウ。宝剣たち行け。剣、義援のごとし。逃がさない。守る。殴ったね。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。受け止めきれるかな。剣よ、我に従え。おやすみ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。 It's fine, she's outraged for a bit. No one needs healing right now.Look at that You're healing. Get ready to do AC. My hand is not here. Finish my day. Hawken たち行け。剣、義援のごとし。Just aim that. Try to get it killed. ACP. Now you get your shield just in case.バーバーバー頑張って。殴ったね。宝剣たち。And down. My God. Must say, very dear friend.Wow, look at all those stuff slowly appearing. Oh. That was a pain. 剣僕には摩訶不思議な力があると軽減将軍は言っていた。あの鹿は普通の存在に見えたが、
致命傷を負っても瞬時に回復していた。先囚人がなぜ遵守に従い北条を排除しようとしているか理解できた気がするな。死ぬことも滅ぶこともない造物、それを放置すれば世界の生態系は完全に滅んでしまうだろう。だから先週は宇宙を流浪し、どの星にも定住しなかったのか。陽先生は洞察力があるな。残念ながら8000年前、薬乞いであった祖先は裏に隠されていたものを見抜けなかった。中には感づいて儒家の王の恩恵を拒んだ者もいた。だが一つの文明が本当に不老長生の誘惑を拒めるのだろうか。皮肉だ。聡明な者は死に、愚かな者が生き続ける。先週は北条の誘惑を見抜いて遵守の道程を歩むことにした。もしかしたらまだ救いの余地があるかもしれない。手を貸してくれて本当に感謝する。お前らはこれから探偵市へ行くんだったな。あそこは剣木に隣接している。ここの状況を鑑みるにもっと厳しい状況になってるだろう。I think it's gonna be the second recording, huh?Why are you messing with me when you're right nearby? I'm getting more suspicious vibes out of you.Why didn't she tell us? Well, actually, I guess some things she said are probably really. I think you wouldn't want to say out loud. That's anything for blah 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 blah. Yeah, I think I'm just. I should stop. Reading all this, my brain went mush. Oh, fuck it. Yes, why?Didn't we see him?
Okay. Yes. Sounds like you need a favor. I don't actually remember him, but it was this, okay. How much time do I have left? 2 days, 7 hours, okay. Shit. Edit. Me too. What on the other? Get me back up there. Please. I didn't know it was a... I wasn't paying attention. Let me go through here. No, stop. I don't think I can continue with listening to the story, reading story. My brain is fried. I think I ran out of patience right there. Love that. It was unresponsive. Besides, almost 2 hours. The thing. Oh, for that love. Okay, fine. Look at all these. Oh. Hidoi. Watakushi tachi ga kozoushi ni nagai shite ita aida ni. タイボク様が軍を出したようですね。兵器神速というわけだな。今のラフが最も重視している問題は、性格の災いを制御すること。ケイゲン将軍が軍の指揮をタイボクに任せたのであれば、彼女が牧さんの結果を頼りに行動することを分かっていたはずだ。運気軍に。戦争と冒険は違うもん。死体があちこちに。うちこういうの苦手。ご冗談を。この程度大したことではありませんよ。数百年前、とある北条の司令が剣木を奪うために軍を率いてラフに攻め入ったことがありました。その戦争では
半数の同点が崩れ、このような過去は長命種たる我々には歴史とすら呼べない。昨日の出来事と言っても過言ではありません。それちっとも慰めになってないんですけど。わあ、この一戦、大木は勝てたかどうか。もう試合じゃないんだから。運気軍はあんまり倒れてないし、きっと選手が勝ったんだよ。いや、そうとは限らない。行軍が成功したのであれば、通常なら拠点や部隊を残して後処理の手配をする。いやー、 there's nothing here。 ここには該当するものが見当たらない。周囲を調べてみよう。何か手がかりがあるかもしれない。 We'll do that later. I'm reaching my limit with reading and listening. Right, so I guess it'll be unlocked in the next recording. Okay, got it. How much is...I don't like resorting to conversion. Going ascension materials. It feels like a waste to me. Wait, hold up. I have 366, okay. And then how much...Well, probably in 8 hours. Guess that means I'll have to use some of it. Well, yeah, I guess I'll just use it to boost their talents. Yosh. I'm done. I don't have the energy to spare to listen and read more. Honestly. Maybe I should play Shadow Mordor right after this.I need something to wake me up. Something more action packed. Okay. With that, I'm done. Bye bye. I guess I'll record tomorrow. I mean, yeah, whatever. Hey, bye bye. Boop.